手の治療と足の治療ってどのくらいやるか、まあ、患者さんが100人来ました。で、まあ、手も足も治療するとして割合がどのくらいかっていうと、おそらく足を治療するっていうのは7割ぐらいだと思います。そのくらい半分以上足の方が重要ですから、その足が冷えてるとなかなかこううまくいかないですね。今日午前中の患者さんも、緑内障の患者さんですね。で、目の治療をしようと思って、あ、やりましょうと。で、その方前にお見えになったのがもう半年ぐらい前なんですよね。でもなかなか時間が取れないって、男の人なんですけど、で、自分で治療やってみようと。で、ついては先生今日は教えてくれと、ね、2回目で教えてくれって言うんですから大したもんですよ。全部教えましょう、ね、こんだけ来ててやらないっていう人もいるんですからね。教えましょうって教えたんですけどね、まあ足触ると冷たい冷たい、ね、もう年齢は僕と変わらない、僕ちょっと若いぐらいなんですけどね。もう目の治療っていうのは足の F2、F6 がメインですから、これが出なきゃどうしようもないんですよね。で、眼精疲労の治療も F5 でできますから、まあ、目の治療っていうのは F2、F6、F5、F4 この辺でやるわけですよ。全部足ですよね。とにかく血が出ないですね。で、まあ、患者さんというか自分でやろうというわけですから、こうやらせてみたんですけどね、もうこう一緒にこうやると、とにかく出ないですね。で、指にモールをこう巻いてギュッと締めると、そうするとまあまあなんとか出るなと。まあ、お風呂上がりにしっかり温めてやってくださいという話をしたんですけども、なかなか足が冷えてるとやっぱりこう健康にうまいとこいかないんだなというのが分かりました。特にですね、この目とか頭痛とかですね、こういうのはもう確かにですよ。だから腰とか膝の治療、もうこれも目で、足ですよね。内臓の治療、これも足です。婦人科系の治療、もうこれも 100% 足ですよね。こんだけ足ばっかりですから、足の治療がうまくできない、足から血が出ない、足が冷えてるっていうのはちょっとデメリットの方が大きいです。まあ十分やってみてください。まあ、やってるうちにお腹がグーッとなったりして食欲が出たりしますので、そういうのもメリットがあるんじゃないかと。あ、ちょっとそちらの方にいらっしゃる方がこっち向いて話しますけど、この間電話で急にお腹の具合が悪くなって電話かかってきたんですね。で、食べない方がいいでしょうというアドバイスをしたんですね。で、今日さっき今ちょっとそこでちょこちょこっと話したんですけど、あんなに食べなくていいんですね。で、それで全く食欲がないんですよって言われるんですよ。で、これはですね、亡くなる前がこれです。死ぬ前は。いや、死ぬっていう話じゃないですよ。だったら今日来てないんですからね。死ぬ前っていうのはそんな感じです。お腹減らないんですよ。なぜかというと交感神経がですね、ものすごく興奮してる。死ぬ前っていうのは究極交感神経が興奮して、副交感神経はこう起こってますから、交感神経がものすごく興奮するっていうのはものすごい異変を起こしてるのと一緒ですよね。まあ、痛みがないとしても食欲は全くゼロです。もう飲みも食べもしなくても全く苦痛はありません。ここにカステラがあって、こっちにケーキがあって、こう美味しそうなカレーがあって、何があってもですね、目の前に食べ物があってもですね、食べたいという気が全く起きないんですから。だから死ぬ前はこれです。何もしないでいると。で、どうなるかというと、そのまま食べなくていいわけですから、食べない方が楽なんです。食べるときついですよ、辛いですよ。もうね、消化能力が全くないところに高濃度の、栄養剤かなんか入れると、もう患者さんは苦しんでしょうがないですよ。ところが薄い、今日はちょっと食べてみようかなって、じゃあ重いにするかなと、もうお粥でも重たいんですよ。重いぐらい、もう水みたいなのを少し、あ、もういいからと。で、だん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 こう痩せていくわけですね。私じゃないですよ。ね、私だと思われたら困るけど、私もだいぶ痩せてますけどね。でもだん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 こう、あ、岡本さんが私みたいになってたら、もうこうして手当てた方がいいですよ。頭もこうなってますから、仏さんだと思ってこうやって、まだ。まあね、でもね、岡本さんが私ぐらいになったら、で、何もしてなかったら全く辛くない、全く辛くない。で、そのまんま血圧が、岡本さんの血圧いくつぐらいある？130ぐらいあります？
130ぐらいですよね。もう健康体のもう象徴みたいなもんですからですね。130の血圧が80になり60になり、血圧が40になった。もうね、ドックドックぐらいしか売ってないわけですよ。今はね、ドックンドックンってやってますよ。今日帰り何食って帰るかとか言いながらね、それがもうこんなになって、で1週間も食べなかったらもうこんなになってくるわけですよ。だん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 、だもう起きてるのか寝てるのかわからない状態でしょ。食欲もないでしょ。何食べる、何食べたい、あれね、食べさせたいのはね、周りの家族だけです。本人食べたくないんですから。で食べさせると、ああ食べてくれたって言って喜ぶんですよね。本人苦しいんですよ。周りがあんなに言うから食ってみたけども、なんかムカムカする、でも吐きたいけども吐けない、吐く元気もないんですね。苦しめるばっかりです。で食えないんだから、で先生呼んできて点滴でもやってくださいって、ね、点滴やったら元気になる、絶対そんなことないですよ。点滴打ったらほとんど水ですから、水ぶくれでだん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 こう腐ってくるだけです。水腐れするだけです。だって腎臓パンクしてるんですから、おしっこ作る元気もないわけですから、もうこうやって溜まるばっかりです。点滴1リッター打たれたら1リッター穴はもう溜まってるばっかりです。だんだん循環しない水はどうなるかと、腐ってくるでしょ。だから腐ってきたら痛いばっかりですから、もうしない方がいいですよ。でそのままこうやってると、だんだんありがたくなってきて、特にこの辺に仏様とかね、こっちキリストさんとかですね、もういろいろ出てくる。悪いことやってたらエンマさんが出てくるわけですけど、今日お話した人にはもう女神がこういろいろ出てきたりとかね、いいことがあるわけです。これが臨死体験というか死ぬ時ですから、もう全然心配いらない。今日お見えになった方でも、この間草壁陽先生がそこでね、博多駅前でお話があったんですけど、まあ、本当に面白い話でした。また先生がお見えになった時には、みんなでね、都合合わせて行かれるといいと。写真撮ってますから、後でプリントしてあげますので。もう先生のお話も本当に良かったですね。もう実際会ってみたら、結構丸い感じのね、まあ、頭ツンツルテンすると、お坊さんにでもなれそうな感じの、人でしたですね。で体って結構大きいんですよね。私よりも随分大きい人でした。いつも本の写真しか見ないから、どんな人だろうと思ってたんですけどね。で とっても気さくなんですね。で先生も本をちょっと買わせていただいて、こう、いや持ってたんですよ、持ってたんだけど、サインするって言われたから、持ってる本持ってってサインしてくださいって言ったらなんか失礼じゃないですか。だからそこでまた買いましてね、でこうサインしてくださいって、その間に写真撮らせていただいていいですかって、あもうどうぞどうぞって言ってですね。で、講演が終わった後に、覚えてるかなと思いながら、ちょっとこうサインが間が空いた時に、先生って言ったらですね、こうスタッフのことをこうちょっと避けてね、写真を撮るからって言ってね、僕とうちの奥さんと真似てくれたんですね。おー、なんかこう考えてたより、こうなんていうんですか、作家の先生っていうのはなんかこう、なんかこう偉い感じするじゃないですか。全然そんなことないんですよね。だからこれはもう一回お見えになったらまた行こうかなと、そう思って。今日ですね。今日の夜、破裂っていうのがあるでしょ。一回目見ました？見てない？見ました。あ、そうですか。でこれ土曜日に無痛っていうのがやってるんですよね。あ、水曜日だったかな。で来週も水曜日に無痛やりますから。これの原作者がその草壁先生なんですよ。原作書いてる人間と、出来上がった小説と、それと最近書かれてるお父さんに対しての、小説ってものすごいギャップがありますから、破裂と無痛がそのまま先生だと思わないでくださいね。結構あれえぐい小説ですから、お読みになったら分かりますけど。